エペジー3アンボレラ科は、皮脂植物のトガの一つであり、アンボレラ属のアンボレラのみを含む。またアンボレラ科のみで、アンボレラ目を構成する。原生皮脂植物の中で、最初に他と分かれた植物であると考えられている。アンボレラは、ニューカレドニアに自生する、常緑性の低木であり、私有異種、花の要素が、逆状の花卓に、螺旋状に配置した、小さな花をつける。 多くの皮脂植物とは異なり、同感を持たない。オンボレラは、ラテン語で、小さな口の周りを意味しており、おそらく花の構造を示している。アンボレラは、常緑性の低木、または、小高木であり、樹高は、最大8メートルになる。仮軸分子する。根のいかん束における木部は二元形。節は一葉ひま一葉は塗生。葉は、普通二列5生し、単葉。 洋芯は 86x46cm、長さ 1cm 程度の洋平を持ち、卓洋を描く。肺は波打ち、荒い巨子がある。洋脈はうじょう。胃管束に同管を描く。主管の色素体は S タイプ。また、生油細胞を持たない。一英アンボレラ1ビット、アンボレラの葉と、ジョアンシーアンボレラのバナシしイジ種であり、オバナとメバナが別の個体につく。 ただし性転換する例が報告されており、また稀に、両性花を形成する。多数の花からなる、周散花女が、溶液に形成される。花は、放射層症、小型雌花の方が、やや小さい、クリーム色、ついたち中、咲き、強い匂いはない。花卓は灰状。各花要素には一本のンタ束が入る。花要素はいずれもら旋状につき、 連続する、要素間の角度はおよそ137度。花皮片は51枚、学片と花びらの分化は、不明瞭であり、理性、最も内側のおよそ5枚が大きい。尾花は、花皮の内側に625個のおしべを持つ。内側のおしべほど小さく、最内側のものは稀に花粉を形成しない、仮有髄となる。花糸は扁平で、花皮片状。薬は、 それぞれ2個の花粉のを含む2個の反栄からなり、内向、白色、縦劣解する。小胞子形成は、連続型。花粉粒は、タンクチ粒。目花は03個の仮有イを持ち、中心に37個のメシベをつける。脂肪は緑色、明瞭な花中を描き、中等は、線状で心側向き軸側にある。心側の発生は2つ折り状ではなく脳状であり。 完全には閉じていない。中等には多細胞性の分泌号が存在。失性。中等からの分泌物によって一つの花の中の複数のメシベの中等がつながり、リナマゴコロ側ではあるものの合わせコロ側と同様に花粉粒の沈以外競争が可能になっている。脂肪上位、遠辺ラザ各心側は胚種を一個含む。胚種は反至る生型。 圧装魂に種皮を持ち、主光は内種皮性。肺脳は嗅角八細胞性。一つの目鼻において普通一三個の目しべが果実になる。果実は短い柄を持つ楕円形の角果であり、こなすと赤くなる。種子は楕円形およそ 3.5x1.5mm3 倍体の内乳を多く含み、肺は小さい。染色体数は 2n イコール26。 ゲノム塩基配列が報告されている。ミトコンドリア DNA が巨大であり、他の皮脂植物、全類、緑藻に由来する遺伝子を含む。アンボレラはニューカレドニアのグランドテール島に固有である。産地のタウリンの林内に生育する。山火事や開発、外来生物との競争がアンボレラなどニューカレドニアに固有の生物へ悪影響を与えることが懸念されている。 アンボレラはその系統的位置の重要性から世界各国の植物園が連携して栽培技術の確立を進めている。赤い部分がグランドテール島風及び昆虫によって花粉媒介される。種子散布は鳥によるパイチウムスプレンデンズの寄生による病害が報告されている。アンボレラは1869年にアンリエルネストバイオンによって記載された。 同感を書くこと、花要素がりなし数が不特定であること、可比変が学変と花びらに分化していないこと、有髄の花糸が養生であることなどの特徴から、原始的な非植物であると考えられ、また当初は似た特徴を持つもにみやかに分類されていた。記載後、80年間ほど目花が見つかっていなかったが、1948年になって目花が発見された。 また同じ年に独立の都がであるアンボレラ科が提唱された。ただし、蒸気のような特徴や角化を持つことから、アンボレラ科は目としてはクスの木目に分類され、その中で最も原始的な植物であると考えられることが多かった。しかし20世紀末以降の分子系統学的研究により、本種はどの被子植物とも近縁ではなく、 原生子植物の中で最初に他と分かれた植物であることが示されている。一方で2010年代にはアンボレラ目とツイレ蓮目が単系統群を形成する可能性もしばしば指摘されている。ただし2020年現在ではアンボレラ目が原生子植物の中で最初に分岐したとする仮説が示されることが多い。このような系統的位置に基づき、 アンボレラは一族一種で、アンボレラか、アンボレラ目に分類されるようになった。ありがとうございます。